楽器紹介を少しお願いいたします。はい、それでは MC 変わりまして、楽器紹介を仕事ということで、させていただきます。まず向かって左側からいいですか。2人が吹いているのがケーナという、笛です。竹でできてるんですね。竹でできていたり木でできてたりするんですけど、単純に穴を開けて、歌口っていうんですかね、こういう切れ込みを作っただけの楽器です。先ほどから演奏はしてるんですけど、特に今有名な曲で「コンドルは飛んでいく」なんていう曲がありますけど、このケーナに込んでね、ちょっと吹いてもらっていいですか。そして三方にゃという管楽器がありまして、ちょっとあの背が高い彼に、なんか見てもらうんですが、筒をですね、底は抜けてない筒を、長いのから短いのまで並べただけの楽器で、ビールの瓶なんかをボーンって吹くと、まあ、お父さん音がしますけど、そういった原理で音が出る楽器です。やっぱり竹とか足でできています。なかなか素朴ないい音がします。どうぞちょっと何か吹いてみてください。はい、いいですね。はい、ちょっと激しいアンデスの曲をね、今吹いてもらいました。あ、それからその隣は、弾きたがってるんですけど、ただのギターなんですよね。まあでもせっかくなんか準備してくれてるみたいだから、はい、お願いします。はい、普通のクラシックギターです。それから次の楽器はちょっと変わってます。昔スペインが南米に入ってきた時にですね、ギターを持ってきたんですね、スペイン人の皆さんがね。でそれを、現地のインディヘナの人々がですね、見て、あ、面白い楽器だというわけで、アルマジノロのコーラ、アルマジノって天然記念物なの、この形をした動物がいますが、その甲羅を使って、似たような弦楽器を作ったそうです。それがチャランゴです。ギターよりはちょっと上の高めの音を担当している弦楽器です。じゃあちょっとチャラチャラっと音がするからチャランゴというそうですが、なんかやってください。チャラチャラ、最後向こう、最後じゃないですね、ボンボという、あれはボンボン音がするからボンボという名前だと、嘘か本当か知りませんが、そういう太鼓です。普通の太鼓の皮はなめして毛がない状態ですけど、これは毛が、生えてる状態で使うということで、よりまあ洗練されてないっちゃ洗練されてない原始的な楽器ですね。やはり、深い素朴な音がします。それから一番向こうの矢野さん持ってるのは、あれはたまにですね、マラソンの沿道の応援で使ってる人がいます。あれはうるさいですよね。ちょっと一回、あ、そうそうそう、もともとは黒人奴隷というのがスペインに連れて、スペインから南米大陸に連れてこられた時にですね、鎖を引きずって歩く音を表現するために作った楽器、だそうです。マトラカでしたっけ。マトラカという名前の楽器です。はい、鎖の音だという説もありますね。大丈夫でしょうか。はい、それではこういった楽器を使いまして、曲、ステージを進めていきたいと思います。次はその黒人奴隷という話をしましたが、そのマトラカを使って、奴隷がゆっくり歩いていくような感じのですね、雰囲気の曲です。モレナ、バイランドラモレナダ、ヨメナモレデキ、アセンドネサプロメサ、アラマミタカミラ。
して一緒にご参加ください。次の曲はマイクなしで、お送りしたいと思います。ボリビア、そうですね、あの西洋音階という概念もそれほど、ね、気にせず、ね、思いっきりお待ちの曲をやりたいと思います。より現地の演奏に近い音楽をどうぞ聴きください。
estas por su pasión, son trabajadoras más que otras. El orgullo de mi perro y el mío son idénticos. El orgullo de mi perro y el mío son idénticos. Nuestra gran tanqueada es mejor que ninguna otra. Nuestra gran tanqueada es mejor que ninguna otra. Ronquitas por su pasión son trabajadoras más que otras. Ronquitas por su pasión son trabajadoras más que otras.